イトマズルです。父は名はダンシングブレイブ、母の父エラ・マダングルです。ホワイトマズルはヨーロッパ最強馬ダンシングブレイブの代表産駒としてイタリアダービーを制し、キングジョージでは2年連続の2着、凱旋門賞はシーザースターズの母であるアーバン氏の2着に好走するなど、ヨーロッパトップクラスの実績を残し日本で四母馬入りしました。3区は天皇賞春を制した浅草キングスやイングランディーレなどのステイヤーをはじめ、ダート戦線のトップホースとして今もなお活躍中の日本ピロアワーズ、昨年より東芝場にて主母馬入りしたマイルの快速馬シルポートなど、さまざまなタイプの3区を送り出しています。昨年も小倉2歳ステークスを3区大宮アリスが優勝し、現3歳世代は JRA ですでに5頭が勝ち上がり、また明け4歳の両決馬シャドーダンサーは先日の初富士ステークスで2着に好走、オープン入りを間近に控えています。今年で25歳を迎えましたホワイトマズルですが、張りのある馬体に皮膚の薄さからは年齢を全く感じさせず、ご覧の通り驚異的な若々しさをキープしています。昨年は60頭以上の牝馬に種付けを行っており、健康面での不安も皆無、まさに衰え知らずのスーパーサイヤーです。しかしながら年齢的にも主母馬として活躍できるのは残すところあと数シーズン、もしかすると今年が最後のチャンスになるかもしれません。ホワイトマズルの種付け料は受胎条件の80万円となっておりますので、ぜひこの機会にダンシングブレイブの血を引く貴重な後継主母馬ホワイトマズルとの種付けをご検討ください。以上、ホワイトマズルでした。